この瞳孔の位置なんですけど、シールじゃないんで、よく見てもらうと分かるけど、鏡で。よろしくお願いします。毎度です。初めて漫画描くときに、まあ、アニメでも、まあ、特にアニメかな、同じ顔を何回も描かなきゃいけないので、正面でキャラクターを描き慣れて、同じ人のサイドビューを描くのが難しい。どういう、どれくらいここに出張ってるのか、まあ、そんなに出張ってないのか、あと唇をどういう風に描くのか、ちゃんと同じ人だと認めるような絵を描いてみたいです。日野井さんに簡単な正面の顔を描いてもらって、私隣でサイドビューを描いてみたいです。じゃあ最初は楕円を描いて、中央線と目の位置描いて、首、あ、さっきのキャラクター、まあそのまんまってわけじゃないけど、まあ、ありがちなキャラクターを描くのもいいんでしょうけど、うん、別の年を取ったキャラクターとか体型の違うキャラクターとかを描くにもいろいろあるんで、そこら辺も知っておくといいんじゃないかな。うん、そうね、モブキャラクターも描かなきゃいけないし頑張ります。はい。ほう。横顔は難しい。まあまずは目の位置。私だったらだいたい頭の大きさ入れてこういう風に描いているんですけど、で眉、で目。横で目を描くことは苦手です。なんか違う表情になりました。難しい。ここからニュートラルっていうか、こうかな。で髪型、こうなるかな。不安になりました。本当は下に向いてきてるんですね。まあ毛の生える方向は人によって違いますね。そうなんだ。え、こんな感じでいきます。よし、線画頑張ります。この上のが前に来てるですよね。まあどっちでも。なんか難しいところ、この部分はどれくらい前に来るのかわからないな。はい、完成です。はい、なんとなく痩せた。こっちが大きくなっちゃって、こっちが痩せた感じですけど、はい、じゃあ横顔お願いします。はいはい、じゃあここら辺に描くってことで、今の絵だと目のところでぴったり鼻が出っ張り始めるっていうか、ああまあ横にするとね、うん、まあ、キャラによって違うんですけどね。うんうんうん、耳の位置は思ったより後ろかな。まあ初めに言っときますけど、正面から見たより人間の頭蓋骨っていうのは横から見た方が幅が広い。で耳から上ラインというか顎のつながりが、もっとより額がそんなに前に出っ張らない。出っ張らせるとカッコ悪いから
まあこんなとこですかね。こんな感じに。あ全然違いますね。よし、では比較タイムです。はい。最初は正面の顔を描いて、私が横顔を描いてみました。額が大きくなったほど顎が小さくなった気がしますね、うん、あとここが余計に前に出張ってますね、うん、でここになんか厚みがなくなった。そしてヒョナイさんが描いてくれたこんな顔です。ここからこうなりますね。こうならないいろんな教えてもらいたいところがあります。線も全部つなげてないでしょ。あ、確かいろんな空いているところが。それは何の効果がありますか。まあ全部実線でつなげるとくどいっていうのは毎回言ってるでしょ確かにそうですね。目の描き方は特に気になってます、うん、私の描いた目だと結構正面と同じようで、まあ漫画的な描き方ですよね。そうですね。これを描いたんですけど、ここが気になります。ヒョナイさんが描いてくれたのがもっとすぐ前に来る形で、なんかちゃんと正面と横顔の違いがもっと分かるような描き方でした。そしてこれまあ私結構前に持ってきたんだけど、これも私丸く交際描いたんだけど、ヒョナイさんの絵だともっと縦の線を描いてここが曲がってるように見えます。まあ立体的に描かないとじゃあ、 自由にいろいろ少しアドバイスとか。まあまあ目ってのはこんな感じじゃないですか、横から見ると、うんうん、まあそれに近づけるような描き方をいろいろ考えて、まあこういう描き方もありますよということで、この瞳孔の位置なんですけど、やっぱり立体的に見せるために、まあこういう描き方にしといた方が、シールじゃないんで、あよく見てもらえると分かるけど、鏡でシールだったらね、ここら辺にペタッとありゃいいんでしょうけど。そうなんだ。奥の方に描く、あここに目頭描こうと思えば描けるし、あ、まあ、あと目の位置も結構前に描いちゃったんですね。いや実際はね、本当にこれぐらいの位置よりもうちょっと前にあってもいいくらいでしょ。人間の目ってリアルに考えると。それでも収まりのいいように、漫画やアニメではここら辺じゃいいんじゃないかなって考えて、ここまで発展してきたようなもんですから。ここの線の入れ方なんですけど、眼底の、ね、穴があるとして、皮がこうありますっていう、あ、うん、で眼球がこうはまってますと。わそういうことを考えながら線の位置を決めてるんですか。そうですね。これぐらいの理屈は、まあ、大嘘をこきながら書いてるけど、一応頭に入れて書いておかないと、うんうん、でも確かにそうですね。私よくシールのような書き方していますね。まあ口もいろいろ書き方あるんでしょうけど、女性のキャラの場合、上の歯は描かないのがセオリーってことに最近はなってるみたいですけどね。まあそれはその作品に合わせて、まあ、さっきも言ったようにくどくならないように、こういうところとか結構色としてつないで柔らかさを出す感じにはしてますけどね。うーん、まあ昔ながらのねこういう作品もたまには見かけるけど、最近はあまりないですね。なんでかな。これはなんか時間を稼ぐために、まあこれやると手間は省けるんですけど、みんな飽きるでしょこの手の。あ、それでもカリオストロの城とか大好きですよまあ昔ながらの描き方っちゃ描き方ですけど、描く人によって上手い下手がありますからね、こういうのでも。なるほど。こういう描き方にすると、顎の位置いじらなきゃいけないんですね。大口開けて喋ってる時は動かさなきゃいけないけど、普通に喋ってる時は動かすとかえって邪魔に見えちゃうんで。あ、でたまにこの後ろの なんていう部分書かないところに真横にするとなんか立体的に見えないんで書いちゃってるんですけどね、こういう奥の、あ、ここですよね。書かないと、書かないと自分は気持ち悪いですね4コマ漫画のね、簡単なキャラだったらいいんでしょうけど、うんうん、
なるほど。自分の仕事にこの書き方はあまりないかなで、このキャラがオールバックだった場合、まだここら辺に毛があって、うんうんうん、こうなりますよね。あ、普通は、まあ、生え際がここだとしたらこうなりますよね。これだと立体的にあまり見えないんで、さらにもうちょっと下の方からずーっとやるとね、あ、まあ、そういう風に立体的に見えると。横顔なのに少しだけちゃんと後ろ側の髪が見えるように。そうですね。うーん、まあ、あのハイライト、そうただ正面だとこう見えるけど、実は横顔を描くと実はこうだったこんな感じで時代劇のカツラかもしれないし、面白い、うん、正面から見えなかったけど、実はこう。そうそう。首の厚みの何かアドバイスありますか？まあ、私結構適当に場所を選んで描いたんですけど、まあキャラによるんでしょうけど、まあ割と肉厚の太め、ちょっとぽっちゃり。うん。まあ顎は普通で、ほっぺたぽっちゃりだからここは繋いでないんですよ。うん、ああ。ね、だからここ繋がないんですよ。あ、だから、ああ。で、まあスッと出さずに一段。儲けて、あ、まあ人間の首っていうのはね、頸骨斜めにね、うん、伸びてますからね、うん、それはそれで全然構わないですよ、うん、まあこれはキャラの一例でしかないですけどね。そうですね。まあ、ちなみにこう口を描くときよくぶっと描くじゃないですか。見てますね。それはこれは影ですね。影を線の太さで表現してるんですよ。これは空いているわけじゃなくて影、うん、グリッドラインをね、描くと立体的に中の方にあるじゃない、行くじゃないですか。あ、で奥に行くから太く見せる。ああ、影入れると上の唇の厚みを表現してる、うん、上の唇じゃないです、じゃなくて中に引っ込んでるから、その深さ。ああ、まあ実際自分でいろんな人の顔を見てこういうところを見てみると、ああそうなんだって納得がいくと思うから。なるほど。ということで、いろんな、まあ、最初からあの線の位置とかバランスとか、どれくらい鼻口顎が出っ張ってるのか、まあ、このキャラクターだとこういう感じになりましたということですね。気になったのがこの目の描き方、やっぱりこういう物理的に目はどうなっているか理解がある程度あれば、線の位置がこうなるとか、あとこういう正面の描き方より斜めになってる線の方が横から見てる感じになりますね。まあ首の太さとか、この骨の位置も意識して、ちゃんとこれ崩れないように、ちゃんと通れるように首を描くことは結構大事ですね。すごい、いろんなどういうところで調整できるのか分かりました。じゃあみんな他の動画いっぱいありますので、ぜひチェックして、そして登録お願いします。ありがとうございました。バイバイキン。